ほー、やっほー。お、0秒やったー。 With all my love, you're my princess. ありがとう、ありがとう、みんな、やっほー。おはっこり、おはっこり。やっほー、おはよう、こんにちは。あ、そっか、こんにちはか。え、こんにちは、今ってこんにちはか、こんにちはか。復活祭、あ、でももう終わったよ、もう終わった。復活したんです。ご飯、あ、私朝昼ご飯だったか、そっか。おはよう、おはっこりー、こんちゃん、やっほー。さとちゃん、かわいい、ありがとうございます。あ、そうだった、ケビンさん、かわいい、ありがとうございます。おはっこりでいい？おはっこりにするね。おはっこりーねーです。ちゃんと1位から39位の方まで、お、目が開きました、やった。メタボネコさん、かわいい、ありがとうございます。かわいいんやで。斜め、そう、斜めなの、このノート、よろしいわ。なので読んでいきたいと思います。猿山さん、だるま、ありがとうございます。ハルルンさん、四つ葉のクローバー、ありがとうございます。じゃあ39位からいきますよ。いいですかね、もうやっていいのかな、どうなんだろう。そう、斜めに引いてあるの、そう、ほら、どやね、いきますね。39位から、カイトさん、ナオスさん、モビさん、チューチューさん、いっちゃん、トキジーさん、キヨニー、ポンケさん、髪の毛立ってる？カズさん、マッキーさん、エンちゃん、ボンさん、CO2 さん、え、これ結構書きやすいの。マスノリさん、かわいい、ありがとうございます。あとで話すね。 UW2 さん、 TU さん、ボヤッキーさん、マシャさん、渡辺さん、マトリーン、ユキメさん、テラさん、ブンちゃん、キョンさん、野口さん、おへそさん、ちくわさん、たっきゅん、つのさん、たつやさん、はるるんさん、まきさん、みずいろのひびさん、べたぼねこさん、たいのたかさん、のりみおさん、ケビンさん、ありがとうございました。そして昨日のメルヘンチェンジ第3位はコウヘイヘイさんです。昨日もありがとうございました、とても光栄です。光栄です。え、うまっ。え、I'm reading yesterday's ranking よ。にチョロさん、チョロさん、チョロさんも本当にありがとうございました。いつも本当に見守ってくださってありがとうございます。そして1位はふくちゃんさんです。ふくちゃんさん、いらっしゃるかな、わかんないけど、いらっしゃると思うけど、本当にありがとうございます。いつも本当に優しいのでありがとうございます。エンディングじゃない、あ、お仕事、あ、お仕事、お知り合いなんだね、すごい。はーい、エンディング感ね、確かに。あ、で、昨日のおタワー様もふくちゃんさん、うん、もう終わりじゃない、これからだよ。あ、ありがとう、配信楽しかったよ。明日は朝7時からしますね。まきさんも、うん、バイバイみんな。野口さん、ハートありがとうございます。水色の日々さん、野口さん、ハートと四つ葉のクローバー、ハッピー野口セット、ありがとうございます。ハッピー野口セットっておもろいな。みゃんこ先生、だるま、ありがとうございます。チョロさん、 JT さん、かわいい、ありがとうございます。またね、
コヘイヘイさんね、今来たばかり。私もおっこさん、だるま、あ、ちょっと間違えた、タコありがとうございます。15分なかった毎日アイドルが終わっちゃうじゃん。またねあ、待って、タイのタカさん、カップンか、おはようございます。ラボ猫さん今来たって、コンホク、え、もう最高だった、5分で終了だ。で、のりみおさんだ、バイバーイ。のりみおさん、あ、トリダーさん晴れてありがとうございます、バイバーイのりみおさん、ケビンさん、はいはいはい、カウント枠ありがとうございます。昨日はありがとうございました。私はすごく酔っ払いでしたね。酔っ払いです、うん、始まります、私始まります。今日はね、え、私もう決めた、6月の、あ、6月の目標は明日の朝配信で話そうって思うけどさ、私もう絶対に絶対に決めたからには決めたんですよ終わりじゃないよ、え、終わりじゃない、終わりじゃない、始まりだよ、始まり、これは昨日、今日の配信これだよ昨日が終わって今から今日が、そう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 、やっと、ということでありがとうございました、ありがとうございます。それがね、私、え、これすごいと思わない、こういうやつなんだよ、斜めに書く人のためのまっすぐノート。私これを見た瞬間、あ、必要だって思った。私あのノートは斜めに書く派なんですよ、斜めに書く派で、そうだから素晴らしいですね、すごい、え、初めてでしょ多分、ぶんちゃんハートありがとうございます。そう、深いノートかもしれん、明日からメールありがとう。6月はね、6月も普段通り頑張ろうと思うあ、検索してみた、そう、こんなノートをね使ってる、でも学校のためには使ったことない。今日は私が多分ね、ね、あの、今日はね、私がね、私の取扱説明書作るよ。前髪も斜めに、え、なんか斜め、中学校の時とか斜めだったわトリコ扱い説明書、明日6月だから明日6月だから12時に配信あるぞ。12時間取り扱い、なんか H ローズさん、タコありがとうございますそれがね、12時間配信、あ、そんなに長くなっちゃうってことそう、明日メールで最初に「私はこのような人間です」って取り壊し、取り扱いよどうしよう、そんなに長くなっちゃう。でも、あの、明日は6月で、多分初めましての方とさよならの方さよならの方、今日さよならだ、でも初めましての方いると思うから本当にそんなに時間、まあ、全然大丈夫だと思ってる。あ、今月もあざまるスケモンさんありがとうございました、バラありがとうございます。おお、チュッチュされちゃった。 さよならの方もいらっしゃるし、はじめましてこんにちはの方もいらっしゃると思うから、その方に、なんで抜けるの、あ、そうだから必要だと思って。でもどうやって始めたらいいの、取扱説明書って最初どんなこと書かれてるの。取扱説明書私読まないのそんなに、え、でもみんなもそうでしょ、多分みんなもそうじゃん。
去る者追わず、うん、そう、それが私、うん、注意事項から、あ、目次か。 H ローズさん、バラありがとうございます。ほんと？どっち、あ、そういうことか、ありがとう。え、待って、何の話してたっけ。ベスト文字、よし、では早速、まずも、え、まずテーマ、テーマか、そっか、教えてね、みんな。私まだ初め、まだ初心者だから、取扱説明書を書くの誰も書かないでしょ。はい、あ、この度は ST48 工藤理子を選んでくださり、あ、なるほど、まずは商品の解説みたいな商品、商品っていうか、待って、なんか取扱説明書ないかな。あ、ある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 、ちょっと待って、持ってきていい。今日はスイフです。僕らはスイフだ、夢見る者たち大切な、どこ、どこ、どれがいいかな。私、取扱説明書どこに置いたと思う？どこ？え、結構真面目にどこ？あー、じゃあこれかな、オーブントースターにしよう。私は取説読みませんナイスタッキュン、いっちゃん、かわいい、ありがとうございます今、お、狭い？初心者、マイカミスタベスト、ありがとう。はい、オーブントースター、ゴミ箱取説、読んだ読んだ、ちゃんとゴミ箱に入ってなかった。はい、待って、あ、まずこんな感じに書かれてあるんだね、取扱説明書。あ、保証書つけた方がいいですか。角さん、バラありがとうございます。キヨニー、かわいい、ありがとうございます。保証書、保証書って必要。あ、山口県産くどり粉ね、トースターでした。家庭用ですか、私たちって。私って家庭用ですか、ストーチ用とかですかね保証書いらない。 OK、家庭用ですかダブル切り替え式オーブントースター。私はダブル切り替え式じゃないよね、一家に一台か。ああ、あ、コンテンツ、あ、業務用か、ストーチ用。あ、あったよ、この度はお買い上げいただきありがとうございます、取扱説明書、正しく安全にお使いくださいって、取扱説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みくださいって。 OK、 返品、保証書つけたら返品されるの、うっちょ、 ありがとう友達友達、みやさんさんの友達、ありがとう。メンテナンス、メンテナンスはみんながしてくれるんじゃないっけさとちゃん、バラありがとうございます。 College homework、 うん、違う、 It's なんだろう、 For fun It's for fun です。クオリティ割りこちファミリー保証済み、業務用、素人素人扱う、生物、あ、そっか、生物必要な時、保証書って何なんかね、ちょっと調べた方がいいと思う。ほら、バンジェルモンスターさん、ハートありがとうございます。ファン、そう、取扱い説明書って英語でなんて言うっけ、インストラクションマニュアルか。 We are making my instruction manual だから It's for fun、 ファンとファン、
マニュアオカ、マサノレさん、四つ葉のクローバーありがとうございます。クーリングオフ、うっちょー、クーリングオフなんてあるんだね。マニュアルか、面白い。あ、マサ、あ、ブラブラブラ、レシートないから返品不可。あ、そういうタイプなんだね。あ、壊れ、割れ物だね、私って、私って割れ物だね。保証何年かな、私が何年アイドルを続けるんだろう。あ、一定の事実の事実、一定の事実の真実なることを保証する所定。割れ物注意や。あ、生物両方。あ、161日ありがとうございます。無期保証だね、永久だね。あ、そうだね。よし、ではまず、じゃあここのあれ書く、ここの、じゃあこの度はリコチメールを購読していただきでいいかな。難しい書き方だね。この度はリコチメールを購読していただき161日ありがとう。保証期間は2日。なんで？リスクマーク？リスククレーム？メール限定？あ、メール限定じゃないか。ショールームをご覧いただきとか。トリコ扱い説明書。そう、トリコ扱い説明書なの。トリコ扱い説明書。リコチメール、え、リコチメールに限らずショールームでも、そっか、だってショールームでびっくりしちゃうもんね多分。この度は工藤リコ、なんだ、この度は、私文章能力がないんだ。この度は工藤リコをお選びいただき、メールちゃうやん、不安になっていただいて、お会いしてくださり、あ、そう、わざとだよ、いいよ。だって3日後に約束破るって言われた。だって鍵穴、確かに応援していただきか、オッケー、推し求めていただきっておもろいな。メール版とショールーム版、応援していただき、じゃあ応援していただき、それ2日ロンゲでも1日で終わらんけ。5月1日、そう、修理された、ちゃんと。では行きます。あ、はるるんさん、バラありがとうございます。あ、星投げ嬉しいです。 Why？ この度は工藤理子お買い上げ、私買われちゃった。私何円ぐらいかな、人には値段なんてないけど、この度は工藤理子を応援していただき、どうしよう、プライスレスって言われた。いっちゃんバラありがとうございます。プライスレス、39円、39、ベーグル、めっちゃベーグル効くやん、ねむねむさん。あ、5円、2円、買われちまった、しっかり鍵って。えんちゃん、かわいい、ありがとうございます。あ、そうだね、あいた、スマイルは無料だから。オークション系なの、工藤理子を応援していただき、あ、これこっちに書こう、ノートじゃなくてこっちに書こう。この度は工藤理子を応援、当社商品じゃなく工藤理子を応援でいただきありがとうございます。トリコ扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全に応援してください。ベーグルの次は何がおすすめ？ベーグルの次、食べるもの、あー、豆乳。アーツさん、ハートありがとうございます。誠にありがとうございますか、誠にをつけるのだね、なるほど、特化なの、誠には社会人だね。
言う。誠にだ、危険な応援。安全に応援してください。ご応援お、ねね、応援ってさ、丁寧語にしたらどう言うかな。あ、マフィン好き、ドーナツは食べてないよ。バー弊社商品お買い求めいただき、リコチを押すと危険が伴う。応援、ご支援か、応援か、ご支援。でもご支援ってなんか違うなんか感じだよね。ご応援、おの応援でいいか。ナポリタンスパゲッティいいね。5,000円、あーでも応援でいいか。ご愛顔、はい、取り子扱い説明。おつっちーさん、つっちーさん、おはしょう、おはようございます。なんか友達みたいな感じにちょっと。スパゲッティはヤミーよ。つっちーさんやっほー。5,000円、うん、取り子扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全に応援してください。取り子扱い説明書は大切に保管していただき。あ、そっか、ペットじゃないね。あ、ゆこちゃん推しなの、ありがとう、嬉しいです。すごいメット目があってピンときたって感じだね。あ、愛子メール、世界的アイドル未来の世界的アイドルってできたら後ろ、うん、メールとかショールームのプロフィール欄に書くの。取り子扱い説明書は、そう、あ、新一さん、だるまありがとうございます。そうなの、大切に保管していただき、必要な時にお呼びください。いいね。どうする、この目次は。目次どうしよう、どうするね。こんなの出てきたんだけど、私は読みたくないよ。取り子扱い上のご注意だって。うっそー、うっそー、私こういうの苦手だよ。目次は後で、オッケー。笑われた。電子文書、何、ご注意がたくさんあるもんね。どこくだ、やだ、た、さらに倍ちゃう、いっぱいな予感になっちゃう。読まないタイプ、うっそー、うっそペッ、あ、そっか、歯止めが、そうだね。うん、あ、あ、取り扱い上のご注意、面白いね。本当に取り扱い上の説明が1についてたわ。月末月発は読みやすい、それいいね、それいいね。発信時間はそうだよ、丁寧に。そう、何々しないでくださいってダメな言葉らしい、設置の仕方。なんかね、なんか子供とかもさ、だってさ、あの、開けないでって言われ、開けないでみたいな、開けないで、何々しないでって言ったらしたくなるじゃん。だからそういうあれなんだって、心理なんだって。たけさん、バラありがとうございます。千万両もありがとうございます。檻に、うん、慣れてる人。ラップなき現象やばい。そう、逆説の法則、そう、押すなよ、そう、押すなよ、押すなよ。フレンドリー、ありがとう。パドラの箱開けちゃダメって、はい。え、待って待って、私グダグダってるよ。まず待って、まず何を書くの？取り扱い、設置の仕方って、設置の仕方なんて必要？私設置する？しないよね。うん。あ、そうなんだ。張り紙書くなって言われてるんだ。取り扱い説明書。
チャンダルもありがとうございます。ディスク、ウェーウェーウェーどっちじゃあ、お手入れの仕方って、あーすごい。なんかこの人いきなりさ、ねえねえ、なんかさ、この人いきなりさフレンドリーになってるんだけど、しんいちさんハートありがとうございます。え、ねえ、この人いきなり故障かな、故障かなと思ったらっていきなりフレンドリーになり出すの、この方ユーザー登録だってユーザーアフターサービスしよう、故障かな、故障かなと思ったらいいね。あ、そうなんだ。でもはてなびっくりだよ。かなかなかな、各部のお名前と働きお使いになる前にだって故障かな、めっちゃ故障かな、フレンドリーじゃん。押し登録、あ、押し登録ね、ユーザー登録、あ、右上のハート、あ、リコチファミリー登録みたいな感じか。あ、本当故障かな故障したらどうなんだろうね。な、とりあえず、あ、今書いてる、トリコ扱い上のご注意、え、トリコ扱い上のご注意って、あ、そうだね、え、トリコ扱い上のご注意先に書きますよね。こっちを設置するときは2人以上の設置してネジそれネジの取り扱い、それユーザー登録ありがとうございます。メール stu48.com、 あ、不機嫌かな、ご機嫌斜めかなとか、取扱い上のご注意を先にやりましょう。え、取扱い上のご注意何？当商品は大変やみやすい、当工藤理子は大変な、やみやすい、やみやすいものとなっております。私何なんだろうね、私って読んでんの私って読んでんの、ネジで、でも私本当にネジ頭離れた、外れた、自動修繕機能ついてないついてない、押し辺は難しいね。頭のネジが緩みやすいです。お早めにお召し上がりなの、食いしん坊って不機嫌、さとちゃんさんバラありがとうございます。平常と故障の見分け、あー繊細なためだ、あ、いいですね、繊細なためですね、豆乳ベーグル豆乳でメンテナンス完了な音量注意、温かい言葉、そうだね、ゆうちゃんとしっかり、はい、これで大丈夫搭載されてるの、オート就航機能、うちより雨機嫌が悪くなるね、冷え衝撃、何々元ない元発言、やっほー、どうしよう。じゃあまず取り扱い、トリコ扱い上のご注意は、と、あ、ここに示した注意事項は危害や損害を未然に防止するために必要な内容ですので必ず守ってくださいだって。ここに示した注意事項は危害や損害、不機嫌、いや爆発かな故障、英語回復、修行、修行、そうだね、オート修行、トリナーさん、あのバラありがとうございます。じゃあ不機嫌、不機嫌ちょっと強気な声って、不機嫌急に不機嫌でいいかな、自己中、 I know よ、私は自己中ですここに示した注意事項は不機嫌にゃね、不機嫌、不機嫌、朝はメイクをすっぴんですよ。ここに示した注意事項は不機嫌や、何だろう、爆発、爆発かな、
感情爆発を未然に防止するためのために重要な内容ですので必ず守ってください警告。田村さんどうでしよう。お、さやかりんと警告。これですか？これはあれですよ、あれのモノマネ、真っ黒クロスケのモノマネですよ。だったら、しんいちさん、音符ありがとうございますハミング、ハミングね、ほう、ちょっと目ガン開きや、目銀開き、ガン開き笑ったわ。別売り、属してません。 OK、 じゃあ警告、ほら、なんかあります、いろいろと。私って何で病むのかな、私ってなんで病ん、待って待って、みんな教えて、私って何で病んでんだと思う。まず私が悲しくなる状態って何、異常音、ニヤニヤ、距離感、私しか分かんないか、魂のパーセントか、なんかそれ分からなくない、私も分かんないんだけど、知ってたら黒く しないよね。警告 DDD 干しなさい。おや、DDD、 あ、嫌な、ごめん、私も分かんないんだけど、それが分かんないんだよね、それが分かんないからダメなんだよきっと。軽乗車急降下、大人から怒られること、最近怒られないから大丈夫かな。20単押し2割、それはもう私のお決まりですよ、お約束。比較か、それ書くべきかな、書かなくていいんかな。あ、他のメンバーの話、確かに。ひるりこちよ、問題、心構え、ああ、確かにユーザーには多少の問題には動じない心構えが必要。縄跳び懐かしいね、たまにやってるよ縄跳び、ピンピョンって、悲しい時、自己中には比較するね、ストレートに書かなくていいよね。あ、他のメンバーと比較すると悲しくなりますか、うん、どこに個性スイッチがあるか分かんない、うん、あ、寂しがり屋なので一人ぼっちにしないでくださいだ。え、寂しがり屋なので愛をたくさん与えてくださいだ。あれ、もしかして僕の推しメンですか。あれ、サメウサギかなって。寂しがり屋なので、 OK、 じゃあまず最初は禁止と強制だって、禁止を表してるんだって、強制を表してるんだって、面白いねじゃあこれは強制かな、これは強制だね。寂しがり屋なので、寂しがり屋なのでポチ禁止、愛をたくさん与えてくださいかな。タムはね、私も
自分から求めに行ってるから大丈夫だよ。寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。勝手に一人になる。寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。絶対心こっちの奥でね、絶対思ってるの。僕は愛を与えてるよ、分かってるよ。寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えて、オッケー。あ、そうだね。あ、それでこれか、何の原因になりますみたいな感じに書けばいいのね。愛を与えると大きく成長いたします。そうだね。でも私ね、なんかね、なんか愛が一番私のあれだよ。多分ありこちゃん配信、時侍さんハートありがとうございます。愛を与えると大きく成長します、いたします。あ、箇条書きいいね。どこまで進んでる？今注意事項みたいなの書いてる。まだ第一話って感じ。箇条書きしよう。一日10愛程度を目安にお与えください。いいかもしれん。一日10愛？何愛ぐらいがいいかな。10愛程度。大きく成長します。一日10愛程度いいね。うん、ねえ、握手会で。でも伝わってますよ、もちろん。ただ私は寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。愛を与えると大きく成長いたします。一日10愛程度を目安にお与えください。こんな感じでいいですか？こんな感じかな。良い？良い？やった。良いね。かぶり物 OK。 あ、いいね、ありがとう、ハルルンさん。お、いいね、 OK。 じゃあ寂しがり屋でしょ、悲しみやすい。愛一つってどれぐらい？それはあなた、確かに一愛って何と一緒なの。猿山さん、だるまありがとうございます。黙りになってくっついていこうよ、バラバラでもオッケー、めちゃくちゃして踊れね。ユーザー様次第だよね。まあそれはユーザー様次第だね。リコチが好きだ、それは結構8愛ぐらい。結構それ8愛ぐらいあります。結構9愛ぐらいあるかもしれない。メールの返信も、なんか好きってコメントでしてくれるのも10愛だし、メールの返信も10愛だし、ショールーム来てくれるのは結構はあ9愛ぐらい。1愛お腹いっぱい。そう、あ、確かに全てのコメントに反応できないことも、確かにそれショールーム編だよね。ノルマ低め、そんなもんじゃない。9愛もう9愛だなって。私は結構あれですよ、皆さんからの愛を毎日感じてるので生きていけます。寂しがり屋、悲しみやすい、テンション、
悲しみやすいですか。悲しみやすいので当商品はご用件なんて読むんやろ。あ、おへそさんかわいい、ありがとうございます。ペコリ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 。悲しみやすいっていうかな、こんにちは、お部屋です。別ラブで別にいいよ、自由、感情がジェットコースターか。いっちゃん晴れてありがとうございます。感情がジェットコースター、トリコ説です、トリセツです。返品は不可になっております。感情性豊かか、繊細、感受性豊か。あ、なるほど。マスノレさんハートありがとうございます。繊細か、感受性豊か、主権、主権だね。感受性豊か当商品は、これ注意事項じゃないね。注意事項じゃなくて前書きみたいな感じだよね多分。感受性豊かのため、感情が溢れやすいためか。韓国のあんちゃんさんハートありがとうございます。感受性豊かのため、急な、あ、急な方向転換もありますが、あ、なるほど、ご理解ください。あ、それあり。じゃあちょっと急な方向転換入れよう。感情が溢れやすいため、新しいタイプ。ちょっと待って、感受性豊か、感じて、感受性豊かパイセン来たんだけど、ちょっとそのコメント好きだわ。お調子者に見えますが先生、感受性豊かが出たって。ありあり。感受性豊か、感受性豊か好き。混ぜるな危険、寝込みやすいので取り扱いに注意してください。なるほど。せよ。え、結構ウェイだよね、結構パイセン、感受性豊かパイセンだ。ヤッホー、天真爛漫のためイヤホンのボリュームを。そうだね、ちょっとそこも書かなきゃ。すぐに泣くこともありますが故障ではありません。あ、めっちゃいいね。え、なんかちょっと待って、それ先に書くね。感受性豊かのためすぐに泣くこともありますが故障ではありません。そんな忠実に取扱説明書にあれしなくていいよね。やったえ、私6月は泣かないので。本当にマジで、なんて不思議なこと。故障ではありません。定期すぎな。待って、5月8回泣いたの。5月8回泣いたの。フラグは立てない、フラグは回収しません。フラグ立てましたけど回収はしません。楽しみにしといてよ。初見さんにバレてた。なんて名前、トラニャンさんね、覚えたわ。What's up love? See you next time. See you. ちょっと待って。5月嫌いにならない。え、いつが一番泣いたんだろうね。うわ、最悪だな。私本当にもう私泣きたくないんだから。泣きたくて泣いてるんじゃないんだから。待って、でも今日泣き納めだよ。泣き納め。でも絶対泣かないから、本当に泣かないから、本当に。私はね、知ってんだからね、私が泣かない人間ってこと。
ピドな何マジ想像した、え、すごすぎる、泣き納めそう、これからだよ、そう、過去はもう過去よ、みんな、ユーたち、過去は過去だよ、だからこれからだって、私たちこれから、感受性豊かなためすぐに泣くことがありますが故障ではありません。泣いた場合は何するの？泣いた場合は私ってでもさ、優しくされても泣いちゃうんだよね、泣かない、いや、まあ本当に泣かないから言うそう、私の取扱説明書、そう、話を聞いてあげてください、そうだね、私ってなんか話を聞いてほしいんだよね、うん、ドーナツ解禁は8月になっちゃったの、トリコ説です、温かくハグ、あーハグいいです、数分目から漏水した際は温かくハグして数分お待ちください、いいですねいいな、冷やしちゃうか、うんエッセイは出るのが一番、あれがジャージが似合いますって、その際はお水か、うーん、感受性豊かなためすぐに泣くことがありますが故障ではありません、その際はその際は、え、でも泣いてる時に、あ、なんだろう、多分泣いた時の対処法とか、多分私自身が作っといた方がいいと思う、もうショールームでもう泣きたくないんだよ、本当にもう涙を流したくない、私は、うん、だって涙腺コルクで吸できないもん、感受性豊かなためすぐ泣くことがあります、辛抱強くお待ちください、あ、そうだね、泣き止むまでそうだね、あ、泣き止むまで大喜利コチを始めててほしいな、あ、泣き止むまで大喜利コチを始めててくださいえ、これさ何時間かかんの、もう1時間経ちそうだよ、大喜利コチでお願いしますお題わかんないけど、面白かったことを共有しよう、じゃあ泣いた時は泣き止むまで大喜利コチ平常運転ですお題はよってお題、今泣いてないもん、え、お題か、そうだね、確かに、ファンタスティックオーラ、え、本当に is rapping a pretty girl、 本当にマラビリオーソー、リコチ号泣、なんで体が勝手に大喜利してる、じゃあ、え、でもね、私はね、泣いてる時に泣かないで、ね、それはそれなんで泣くんだよ、うんうん、なん、わらわらわら、うーん、難しいから、じゃあちょっと辛抱強くお待ちください、待機してください、温かいハグにしちゃう
泣き始めて急にお題発表してたらウケ。え、じゃあそうしよう、私が泣き始めたら、そうだね、私が涙が出始めたらいきなりあのしますね、あのはい、大喜利こち今日のお題はみたいな感じで言い出しますね。じゃあこれから泣き止むまで、じゃあコメント欄でギューしてください皆さん。え、じゃあいいや、泣き止むまで大喜利こち、大喜利こちで優勝してください。大喜利こち、そうです、大喜利と大喜利こちで、大喜利こちです。ありがとう、スピーキングうまいって、ギュギュギュって、ありがとう見ている人の切り替え難しいね。泣き止むまで大喜利で、大喜利こちで優勝を目指してください。大喜利で待機していてください。大喜利こちで待機していてください。 MVP、 そうこっちで待、待、おお、応援ありがとうございます。待し、なんだっけ、待つこと、待望、待つこと、待、どう、ちょっと遡ろう。辛抱強く、あ、お待ちくださいか、待機か、待機か、お待ちくださいでいいよね。大喜利こちでお待ちください。あれ、侍になっちゃった、おもろいな侍を待つ、泣き止むまで大喜利こちでお待ちください。マジ本当6月は泣かんからよろしてカニ性豊かなためすぐに泣くことがありますが、故障ではありません。泣き止むまで大喜利こちでお願いします。お待ちください。そのうち楽しくなって、そう、笑顔になる、そう、よく知ってるのねよく知ってるのね、あなた本当にマジで泣かんか、マジでサムライオマト、あー、感じ性豊かなためすぐに泣くことがありますが、故障ではありません。泣き止むまで大喜利こちでお待ちください。何の音、イヤホンのボリュームに、ショールームを見ている際はイヤホンのボリュームにご注意ください。閲覧中、全員大丈夫、大丈夫、大丈夫、泣き止むまでそばにいて、マジそれ、じゃあちょっと待って、泣き止むまでそばにいてくださいだ、え、泣き止むまでそばにいてくださいだね、マジです、ま、そうかもしれない、まあいいや、ショールームでご視聴中か、ショールームをご視聴中突然規制を発することがあるためか、ご視聴中、みんなすごいね言葉遣いが、うん、ちょっと私規制なんだ私ってちょっと初めて気づいたかも、規制だった、いや、いいよ規制、おもろいわ私って、あ、規制って言葉がおもろいことがあるため、ことがあるため、ショールームをイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるためボリュームに気をつけてください。ボリューム調整、泣き止むまでそばにいてください、あ、泣き止むまでそばにいてください。その際は
大丈夫だよ。その際は大喜利こっちでお待ちください。お、なるほど。ボリュームショールームをイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるため、ボリューム規制いいよね、規制って言葉いいかな、ボリューム調整、規制が必要ですってそこでまたダジャレを出すのね。モノマネの無茶ぶり、ボリューム調整は気をつけてください。闇配信。ショールームをイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるため、ボリューム調整をは各自で行ってくださいか。耳が耳がになっても、耳が、え、悪い言葉じゃないよね。私なんか耳がってよくさ、なんかこコメントが来るからさ、そのさあれをさ耳がってさ名前つけてるんだけどさ、耳がって悪い言葉じゃないよね。悪い言葉だったら悪い言葉じゃん、ダメだよ。あ、耳がっていう沖縄地方で豚の耳側を茹でて千切りにした食品、和え物や炒め物にするものがあるんだ。なら大丈夫か。私耳がなんかよくさ、私がさ大きな声テンション高くなっちゃってさ、耳がってコメントがよく来るからさ、そのさものをさあの上あなんかそれをさ耳がって呼んでんの私実は。あ、美味しいんだ。コラーゲンたっぷりなんだ規制で言いましょう。あ、私じゃあ大丈夫だね。じゃあ耳、私耳が現象みたいな、耳が現象って呼んでるんですけど大丈夫ですかね。耳が現象、そうカタカナで耳が、そう耳がじゃなくて耳がって呼んでる。ありがとう、嫌な思いしてるなら。わかんない、耳が現象って呼んでるの私結構心の中で。豚か、そうなんだ、耳が痛まぬよ。え、ショールームをイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるため、ボリューム調整は各自で行ってください。ミニラ、ボリューム調整は各自で行ってください。耳が現象に、耳が現象、耳が現象、耳が、な、言葉が分かりません。あらかじめか、言葉が分かりません。あ、鼓膜の保証はいたしません。あ、なるほど、鼓膜って言葉出してもいいのかな普段から気をつけてるの。鼓膜の保証はいたしません。その際保険対保証対象外となりますか。なるほど、その際こちら側は一切の責任を負いません。その際鼓膜の保証は保証はいたしません。ありがとうございます、フォローありがとうございますささやき始めたと油断せず音量一定に保ち耳側に備えてくださいその際鼓膜の保証は一切負いません。責任は追いかねますので。太郎さん、バラありがとうございます目が
状況を確認して7割になるように投票してくださいって。その際鼓膜の保証は一切、その際責任、そうだね、責任にしよう。鼓膜って言葉がちょっと悪い気がする。ちょっと多分ちょっとなんか結構そういう言葉は良くないってよく言われるので、責任は負いかねますのでご了承ください。いいですね。寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。与える愛、おー、赤面事故、難しい。そうなんだ。寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。愛を与えると大きく成長いたします。1日10愛程度を目安にお与えください。感受性豊かなためすぐに泣くことがありますが故障ではありません。泣き止むまでそばにいてください。その際は大喜利こちでお待ちください。ショールームイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるためボリューム調整はあらかじめ各自で行ってください。その際責任は負いかねますのでご了承ください。くらいかな。あと何があるかな。面積事故、難しい言葉。保証は何ヶ月かな。放置されるかな。ちらつかれてる。そう、愛とはないです。ちらつかせる本音には決して逆らわないこと。すごい、なんかやばい人みたいな。これぐらいかな。注意事項ってなくない？意外とないよ、みんな。注意事項だけでいいか。ないよ、ないよ。面倒だな。あ、10愛だ。10愛きた。これぐらいじゃないですか？いいですよね。癖強いって。じゃあこれぐらいでいいか。うん。忘れた頃に髪きれいだねって。そうだね、細かく。じゃあこれぐらいでいいですね。私完成しましたよ、もう。あ、やっぱいいわ。やっぱいいよね。やっぱいいよね。さとちゃんバラありがとうございます。え、できましたよ。え、もうできちゃったよ、みんな。え、メンテナンスとかは？耳だ。耳だ。ほら、だって故障かなと思ったら、めっちゃ気に入ってる。かぶろうと思ってたもん、今日も。喜びますみたいな。あ、確かに、こうすると喜びますみたいな。確かに、いきなりフレンドリー。そうだよ。嫁の国。え、確かにこうすると喜びます。うん、メールの返信をされると喜びます。え、なんかさ、メールの返信で思うんだけどさ、メールの返信ってさ、知り合い同士の会話、挨拶ぐらいなら全然いいと思ってるんですよね。でも丸々さん今日夜ご飯何食べたの、あ、何何何みたいな、そういうのはちょっとよ、はいみたいな感じになる。え、何聞くって？帽子かぶってる。お菓子、お菓子よりもお弁当かな。お菓子よりもお弁当か。あ、じゃあ何、こうすると喜びますか。なるほど。じゃあこれをハートマークにしましょう。あ、音符マークにしましょう。私ハートって打ちたいのに音符になっちゃうんだよね。ゆうくんさん、ハートありがとうございます。
確かにお手紙は本当に嬉しいよ。え、送れないの？なんで？ちょっと艶やかだね。可愛いと思ったら素直に可愛い、うん、メールの返信は普通にリコチメールでもいいし、あのツイッターのリコチメールでもいいし、どっちでも構わんって感じ。ママッコリサポートへそうだね、ママッコリサポートいいね前髪そう切ったの、明るくなったね、ありがとう。じゃあ、あちょっとずつ作っていくのがいいね。まだ6ヶ月だから、みんなと出会ってハッシュタグリコチメール。え、めっちゃ英語で、なんか CO2 さんめっちゃ英語でやってくださったのは本当にありがとうございますって感じだった。じゃあこうすると喜びます。こまめにメールの返信をしてくださると、1日1通でもかな、1日1通でもメールの返信をしてくださると喜びます。私が返したくなるメールを送れてるかっていうのも問題ですよね。なので6月は返したくなるようなメールをね、できるように頑張ります。もばめの返信8愛ぐらい8愛ぐらい。 What's good? Please do your best. Thank you. 褒めると喜びます。うん、褒めると喜びますけど、なんかいけないかもしれない、どうしよう。こまめには無理。おはようだけ。うん、え、でもね、私すごく嬉しかったのが、おはようメールにおはようっていう、なんか直接メールの返信で返ってきたの、それは喜んだ。おはようって返してくれてありがとうって明日から、明日からとっても大好きドラえもんそう、明日からだよみんな私の気持ちも分かるでしょ私がなんで明日からっていうか小レムの返信派。あ、全然いいですよ、優しいシスターズ好き。あ、じゃあ褒められると喜びます。6月でもだって明日から Smart and intelligent beautiful angel。 褒めすぎでしょ、すごいわちょっと待って、すごいわおはようだらけ、おはようだらけ、やばいじゃん、おはよう。じゃあえ、でもなんか褒められるのね、あんまりなんだろう、喜ぶけど、なんか褒められすぎて、なんか褒めときゃええだろみたいな感じになりすぎるから、ちょっとやめとく。じゃあ、わおメールありがとうございます、嬉しいです。あ、私、そのメールショールームではつともさんみたいな感じ、みんなの何々さんとか呼んでるけど、今はあれですよ、あ、メールではなんか特別な私たちの呼び名があるので、エミツムビーズリコジンアリエンヴィラ、すごい、トゥイディテン、ありがとうございます、こちらこそです。褒めてるのすがっちゃうやん。じゃあ一日一通でもメールの返信をしてくださると喜びます。メールの返信は本当に嬉しい。お手紙も人生で1回でもいいので送ってくださると嬉しい。暗号で返すの？ね、忙しい人はもっと忙しくなっちゃうじゃん。
忙しい、ん？私じゃなくてね、ゆうが。じゃあ私も暗号でメール送ってみようかな。メールの返信してくださると喜びます。兄ちゃんハート、兄ちゃんハート、兄ちゃんハート。でもなんかハート、なんかメールでハートって打ってないんですよ。だからカッコハートにしてる。モールス信号ってあの丸いやつ意外とあそうだね、愛を与える目安に、そうだね、そう文字化けるの。じゃあ1日いつでもメールの返信をしてくださると喜びます。1愛でも与えてくれると喜びます。ん、あ解読班とかすごーい。あ、多分ね、私ね、カニフミオさん可愛い、ありがとうございます。あ、モールス信号ってそれ、いよいろ、いよい入れろ、いよ入れろ、キラキラさん読んで、みんな誰か解読班みやちゃん花束ありがとうございます。どうしよう、星ば、ふうごさん、船とかで打つんだ、そうなんだ、継続めっちゃ嬉しいよ、ありがとう。お手紙も届いて嬉しかった。レベル高い。あ、SOS なんだ。 Yes, oh yes チュルルルルルルル398953989555。どういう意味？かんないよ。メールの返信をしてくださると喜びます。喜ぶことってそれぐらいしかないよ。あと何かな、単新高山登れ届かないよ明るいです。朝ごはんがベーグル、あ、マフィン食べたいマフィン食べたいすっぴんっぽい時にはすっぴんですかって、変わった、いた山川よ。あー、褒められるのちょっとやめとこう。あ、大喜利はシュール系がお好みです。それなんで知ってるのなんで知ってるの、シュール系大好き。ないよ。本当にシュールなのが大好きで、ホリケンさんの大喜利が一番好き。うん。結構なんかね、面白い。でもね、ちょっと褒められるのはちょっとやめとこうって思う。確かに帰国子女ではございませんだわ。帰国子女ではございません。私もなんかね、シュールって面白いよ。本当にシュールって面白い。じゃあ話題やお題を提供すると喜びます。ちょっとそれは外れだったかもしれない。惜しいどうだろう。でも話題はすごく好きよ。なんか話題、あ、でも話題は結構喜ぶ。マジか英語、そうだね、お弁当は必ず2個用意してください本当？じゃあ帰国子女ではございません、あらかじめご確認ください。なんか甘や、うん、甘や、なんだろうね、多分ね、あの、あ、そう、なんか昨日さ思ったんだけどさ、なんか常識がどうのこうのみたいな話してたけど、多分なんか私の常識って多分なんか違うんだと思う、みんなと。だからあの
やっぱり人間としてダメだよってとこはちゃんと怒ってください。分かんない。でも怒ったら私どうだろう。分からん帰国子女ではありません。そっか、妹相撲もう始まっちゃうじゃん。多分ね、リコチにアドバイスみたいな、そういうなんかリコチに質問じゃなくてリコチにアドバイスみたいなところ。あ、私も充電しよう。あー満タン。マイルール、うん、そう私ね、そう、あのね、あの聞いてよ聞いて、あのさ、そう、なんかアドバイスっていうのはなんか私多分ね、あのね、多分小学校、あのね、高、あのね、3歳の幼稚園児にね話すようにね文字も書いてくれたらありがたい。全部ひらがなとかそういうのがありがたいかもしれない。あきこ14さん、かわいい、ありがとうございます。そうしてほしい。え、全部ひらがなで3歳児に話しかける手で書いてほしい。もしなんかするなら、もしなんかリコチ今日のダメだったみたいなだったら、え、ひらがなの方がいい、読みやすい、サンチャイではないけど。え、ありがとう、素敵って、シュール、シュール面白い。バブ語で話してください。そういう時はやだ、だって悲しくなるもん。今日も相変わらず可愛いな。そんなこと言われたらすごいチャラいよ。けどシュールも本当にそれめっちゃ嬉しいわ。おほら、あれら、ほら、いいでしょ。あ、めっちゃいいよ、ひらがな全部読むの面倒、めっちゃいいじゃん。もうひらがな柔らか、めっちゃ柔らか、柔らか硬いわ、その日柔らか硬い。うん、こっち今日の配信は好きでしゅ一日怪獣だ、メトライン幼稚園、クダリカ幼稚園、エンネありがとうございます。え、なんか多分話すときもちょっとね飛んじゃう気がする。なんだったっけ、大坂直美さんのモノマネ好きなんよね。してる人のしてるのが好き。りゅうちゃんの英語で怖い。あのなんだっけ、おやすみなさいみたいな、夜ご飯お寿司みたいな、そんな感じじゃないっけ、大阪直美さんって。直美ちょっと疲れた。あ、それかも、それ好きかも。ちょっとそれ好きかも。なんかそういうのすごい好き私。何もない。ちょっと疲れた、好きかもしれない。カタカナ表記っておもろいよね。私やけとたまにカタカナ表記してる。あとなんか変換がめんどくさい時はカタカナ表記にしてる。私の変換本当になんかあの頭がちょっと本当にって感じだから、私そういう時はカタカナでメールも送ってるので、あー変換が言うこと聞かなかったんだなって思ってください。うん。大喜利はシュール系がお好みです。そうなんだ、そうなんだね、日向坂さんなんだ。シュール系がお好みです。適当と適当、あ、変わりますね。あともう一個ぐらいなんか喜ぶこと書いといた方がいいよね。書いといた方がいいっていうか書きたいところだよね。チーは中に脳内変換してください。まさにそれ。何
何にしよう。ん？ん？何がいいかな。面白い。私これ結構1日に3回ぐらい開いてる気がする。1日に3回ぐらい開いてる気がする。本当にそう、結構、皆さんもしなんか喜びます、結構こういうの楽しい。あともう一個ぐらい必要だよね。お気に入りでございます。なんか変な時に止めるのが楽しい。みんな見て、冷蔵庫みたいだ。これ冷蔵庫みたいだ。どこから音楽が鳴り始めるかってのが分かる。冷蔵庫のさ、あのどこです、どこのどこまで開いたら、開いたらあの暗くなるかみたいなさ、どこまで閉めたら暗くなるかみたいなやつじゃん。ちょっとお手紙が見えないよね。正確な角度をお願いします。ここです、ここです。ごめんなさい、これを送ってくださった方ごめんなさい。こんな感じに遊んでしまって申し訳ないんですけど、めっちゃ喜んでます。粗末にしてないから。91度ぐらい、93度。ね、暗くなるの、あ、93、91あたりか。ありがとうございます。うん。楽しいです。あ、キヨニ馬ありがとうございます。こういうのが楽しいです。私は91から93、じゃあ90度は超えるってことか。こんぐらいか、なるほど、楽しいです。こういうのいいね。え？え？梅雨の季節の過ごし方？梅雨の季節の過ごし方、思うがままにって。あ、行ってらっしゃいまし。行ってらっしゃいまし。そう、贈り物。じゃあ、頑張って。うん、じゃあ、あと1個ね。6月、どうしよう。6月は自分をさ厳しくいく、待って待ってね、6月をさ、私はさ自分をさ旅に出るかさ迷ってるんだけど、どう思う？うっそ、うっそ、もう終わっちゃうの？うっそ。キョンさんバラありがとうございます。いっちゃんもバラありがとうございます。多分旅に出るべきがいいと思うから、皆さんには厳しく言ってもらうべきなんじゃないのかなと思います。取扱説明書まだ終わってないけど、褒めたら伸びるけど、多分私厳しく行くべきなんじゃないのかなと思います。離れるわけじゃないよ、旅に出ようみたいなあるじゃん、そう、旅にさせようみたいな。確かに、やむかもしれん、雨多いから。じゃあちょっと6月はちょっと優しめに行ってほしいかもしれない。優しめっていうか、ここどうしよう、荒波に揉まれる。なんかこういうのよくない？毎月15日は荒波に揉むでみたいな。
6月ムニムニ、6月もじゃもじゃ、6月ムニムニ優しく厳しく、厳しく多分言われん、一体なん、うん、あ、決めたくないです。そうだね、捨てするのは良くないか、うん、難しいです。うん、でもちゃんと私は学びます。あ、待って、もう一個、最後にもう一つ、私もみんなが優しい方が好き。そう、確かにそうだわ。ダメダメダニダニ、にゃ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 、両方兼ね備える。泣ける日だ。泣かないから、泣かないよ。髪の毛を切った。今日はカツラみたい、曲聴きな。聞いてるって。昨日も最終のベルが鳴るとか、ハート型ウイルス、ハート型ウイルス、ウイルスに感染してまた、ルルルルルルルツルルツルルツツルルルツ。そうだよね、本音を言い合える関係がいい。しんいちさん、ハートありがとうございます。じゃあ多分本音を言いたいときはリコチメールで言ってください。あきこ14さん、ハートありがとうございます。ちゃんと私も向き合います。ハートだったトリットトゥンティンダンダダッティチャンチャルンチャンチャルンルンルンチャルンルンルンチャ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 ルルツツルルルツルルツツ。あ、そういえば6月からね、私こういう髪型ですか。赤ちゃんみたい。そうだね、もうそろそろやめなきゃ。オッケーオッケー。じゃあ待って、あ、ラスト最後一つ喜ぶこと、うーん、1週間に一度程度かな。ね、かわいい、めっちゃいい。これワンピースみたいな感じなんで、後ろにね猫がいんの。やめとこ見せるの。やめとこ見せるの。うーん、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 何がいいかな。うーん、英語で話しかけたら喜びます。確かに喜ぶ。うーん、でもね、英語でね話しかけられてね、英語でうまく返せない時にね、なんか悲しくなる。うーん、フォローできないもんな。猫ちゃんどっか隠れちゃうけ、見せたかった。この服、私の持ってる服ってたまに猫が隠れてたりするんですよ。それを見てほしいな。この子は多分背中についてるんだよね。背中についてる、どこだろう、背中についてるんだよ。あ、おった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 、背中についてるんですよ。ほら、いきますよ、ペロン。え、可愛くない？こうやってなってるんですよ。いくよ、ペロン。私の服ってたまに猫が隠れてます。可愛いでしょ。キョンさん、ハートありがとうございます。でしょ。ケビンさん、可愛い、ありがとうございます。そう、猫ね、可愛いでしょ。
え、全然猫派じゃないです猫派じゃない、犬派じゃ。猫派じゃない、犬派じゃ。今日のズボンには隠れてない。じゃあ、愛は直接伝えてくださると喜びます。猫探ししよう。握手会で伝え、そうだよ。あ、握手会でもでもいいけど、メールの返信とかショールームとかコメント欄とかお手紙とかで好きですって言ってくれると喜びます。いっちゃんハートありがとうございます。では読み上げますね。できました、皆様。だって私猫派じゃないもん、犬派だもん。いきますね。トリコ扱い説明書、保証書付き、業務用、工藤理子、品番39。この度は工藤理子を応援していただき誠にありがとうございます。トリコ扱い説明書をよくお読みの上、正しく安全に応援してください。トリコ扱い説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。誰今、あれ嬉しいです。 RK39 か、 RK39 めっちゃいいね。タイのタカさん、ハートありがとう。いっちゃんいいな、ありがとう。はい、取扱い上のご注意、あ、かわいい、ありがとう。あ、応援上のご注意、寂しがり屋なのでたくさんの愛を与えてください。愛を与えると大きく成長いたします。一日に10愛程度を目安にお与えください。感受性豊かなためすぐに泣くことがありますが、故障ではありません。泣き止むまでそばにいてください。その際は大喜利こちでお待ちください。ショールームをイヤホンでご視聴中、突然規制を発することがあるため、ボリューム調整はあらかじめ各自で行ってください。その際責任は負いかねますのでご了承ください。時田未来さん、ハートありがとう。10愛は好きぐらいが10愛かな。お手入れの仕方、喜ばせ方、一日一通でもメールの返信をしてくださると喜びます。大喜利こちはシュール系がお好みです。愛は直接伝えてくれると喜びます。以上です。できたよ、こんな感じになった。いい感じってラップ泣き。伊藤ひろしさん、ハートありがとうございます。いいね、いっちゃんとうとうありがとう。いいですね。はるるんさん、いいね、ありがとうございます伊藤ひろしさん、ハートありがとう。できたね。いっちゃんお疲れ、ありがとう。時侍さんも、いいね、ありがとう。そう、トリコ扱い説明書、キヨニーも、いいね、ありがとう。20? そう、書き出せるようにする。メタバネコさん、尊いありがとうございます。うん、 20? うーん、 not 20? うーん、 20? yes 20? 急に 20% になる場合があります。ご注意ください。それちょっと解除かにゃいけんね。え、それ解除こう。あと帰国子女でございませんも、ショールームの時に書こう。
バンチャラモンスターさん、おっぱありがとうございます。プロフィール欄にで十分な内容だよね。でね、これからもっとあのみんなと仲が深め、絆がもっと深くなって、お互いのことをもっとよく知るようになったら増やしていこうね。とりあえず多分2時になって、2時になっちゃうから配信を終えようかなと思います。それが光合成入ってた？入ってない。光合成すると喜びますじゃん。太陽になってください。太陽のように照らしてください。照らしてあげてください。いいね。光合成をすると元気になります。太陽のように照らしてあげてくださいって。君は今僕の太陽。そう、光合成すると結構勝ち目でね。そう、持ちが良くなる。そう、でも今日あんまり光合成できてないから後でしよう。ということで、本日も私めの配信を見てくださってありがとうございます。夜は迷ってます。するかな。うん、するするする、多分する。コウヘイヘイさん、ありがとう、ありがとうございます。そう、僕の太陽公演したい。必ず僕が探す。何時頃かな。7時ぐらいかな。こっち色に、ミャティさん、晴れてありがとう。晴れたよ。今から晴れるよ。ちょっと田村と相談します。ランニングどうだろう。多分大丈夫なのかな。頑張れ。ということで、今ステラミ見ると思う。わかんない、見れないかな、わかんない。君は今だって、あれ当選者、当選の、私もよくわかってないんだ。メタモネコさん、晴れてありがとうございます。あー、1万人ありがとうございます。ということでね、うん、雨は上がったよ。ということで同時配信する。あ、それもいいね。ありがとう、王道アイドルって。ということで、壇上の方をありがとうございますね。タムと私本当に年齢差感じない。ということで、壇上の方をお呼びいたしたいと思います。 YouTube、 え、見ます。じゃあ一緒に見ましょう。タムコチ配信したいわ。ありがとう。ということで、壇上の方を呼ばさせていただきたいと思います。行こうか。ありがとう。あ、そうなんだね。私は今から夜ご飯とお昼ご飯を食べます。ということで、正解。あ、ありがとう。あ、ありがとうっていきなり髪の毛押し付ける人っておるんかな。どうする？なんか挨拶みたいなのでさ、あ、ありがとうみたいな感じでさ、いきなりさ、目とかにさ、ブシュッてされたら、それもおかしいね。ちょっとやめとこう。これ以上良くないね。うん。ということで、男女の方を呼び出すね。うん、ミフだと思った私も。ランディナー、そう、ランディナー。ということで、ありがとうございました。
名古屋のタコミンさん、ハグされたい。なんかハイタッチ会じゃん、ハグ会とかありじゃない。タイのタカさん、マサナレさん、伊藤ひろしさん、ミヤティさん、サコンリュウさん、タッキュン、ボンさん、コマロさん、エンちゃん、フェリスさん、ゴンさん、チクワさん、ナウスさん、メタボネコさん、野口さん、キョンさん、キヨニー、カズさん、ユキメさん、エイちゃん、マッキーさん、ノリミオさん、CO2 さん、ケンメイさん、ヒーくん、ありがとうございます。マシャさん、ありがとうございます。ボヤッキーさん、ありがとうございます。渡辺さん、ありがとうございます。ハゼチさん、ありがとうございます。モアチリン、ありがとうございます。ブンちゃん、ありがとうございます。サトちゃんさん、ありがとうございます。おはやさん、ありがとうございます。トリダーさん、ありがとうございます。ケビンさん、来月頑張ね。ケビンさん、一緒に頑張ろうありがとうございます。そして、そう、本日のメルヘンチャンジ、いっちゃん、リコチ大好き。わー、これは20愛、本当にありがとう。ん、100愛ぐらいあるかもしれない。本当に大好きです。私も、つもえ、ありがとう。そして2位はつのさんです本当だね、確かにつのさんもいつも本当にいつも見守ってくれて、お父さん本当にありがとうお父さん、ありがとうございますそして1位ははるるんさんです。今日も男女トップ1位、ありがとうございます。昨日は、昨日も今日も本当にありがとうございます。また取説ありがとうございます私のこといっぱい優しく、優しいから何も言えないけど、取り扱ってくださいありがとうございます。そして壇上に上がれなかった方も、39位以外に上がれなかった方もありがとうございます。そして画面の奥の方もありがとうございます。君は今僕の太陽、ツルルル。メタブネコさん、ありがとう、ありがとうございます。あ、なんか久々にカラオケがしたいね。カラオケがしたくなっちゃった。カラオケがしたくなっちゃった。カラオケがしたくなっちゃったよ。オッケー、バイバイ夜するかも、したくなっちゃう。じゃあちょっと、あ、バイチャラっぽい言われたバイバイって言われたバイバイ、カラオケじゃ夜しますね。